香水の話。ショッピングセンターの駐車場などで香水の試供品をと声をかけ、相手の顔に麻酔薬を吹きかけ、意識を失っている間に身ぐるみを剥がされてしまうという悪質な強盗が出没しているため、注意するようにという旨のメールが1999年頃にチェーンメールとして出回った。文面の最後には丁寧にも、こうした強盗を未然に防ぐためにも少しでも多くの人にこのメールを回すようにという親切めいた言葉まで添えられていたという。しかしもちろんこうした強盗の類は出没していない。そもそも一瞬で相手の気を失わせるような揮発性の麻酔薬というのは現在のところ存在しないのだ。ショッピングセンターなどの多くの見知らぬ人間が行き交うところではこうした犯罪の噂が絶えない。海外のあるブティックの試着室には床に穴が開くようになっており、そこから試着室の客をかどわかし人身売買しているという噂が過去にはまことしやかにささやかれていた。香水のチェーンメールもこうした噂のバリエーションの一つと言えるだろう。